どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。ヤクルト首位で立っております。現在阪神は、最下位になってはいますが、160キロ藤浪との投手戦ですね。頑張ってやっていきましょう。現在、ストレート、前回ねかなりちょっとやられてしまったんで、今回は、もっと負けられないで頑張っていきたいと思います。はい、おー、田中さんよろしくお願いします。こういうの上げましょう。じゃあいきます。絶好調のストレート、炎上しないように頑張ります。本当にそこ大事。炎上しないっていうのはね、いい方で、そろそろ負け星が、だから、なんだろう、この本当に、無敗だけど、無傷じゃない。これが今のストレートに合ってるよね、本当に。負けてはいないのよ、試合には一切。前回なんてだって、ねえ、4失点の大荒れで、それでもかかわらずなんかチームが4点一気に取ってくれて助かったってありますからね。さあ今回も行きましょう。はい、西岡剛。おー、なるほど、スピード、頑張りましょうか。スピードスターへの道、っていうね、動画もありますのでね、僕じゃないですけど、それもぜひご覧ください。なんて行きましょうか。じゃあ早速ストレート。さあ前回大炎上しましたが、今回もっと頑張っていきたい。やばいな、4試合投げてまだ1勝しか反映されてないっていうのがやばいよね。スタミナは現在大丈夫な感じですね。うん、左右で5、10違った顔を見せるスイッチヒッター。なるほどね。おい、天才型なんだ。なるほどね。足速そうだな。おい、いいね。さあ低めに行こう。おい、いやー、ファールしてくる。このファールの流れが怖いんだよな、先頭って。めっちゃファール。おっと、ナイス。あぶね。怖いよ。さあ、まず先頭切って、次で次。うん。今成さん。あ、そうなんだ。2試合。じゃあ3試合目も悪いけど、当たり出さないようにするよ。うい。悪いけど、こっちも、生活かかってるんで。すぅ。やべ。おぉ、ナイスキャッチ。ファースト、カバー入る。うわー、早い。なるほど。よしよし。ツーアウト、ランナーなし。いいっすね。うん。ゴメス、一発があるから怖いっすよね。うわー、おい、いいね。155キロ。スピードは出てるんだよ、それなりに。せや、お、絶妙。スピードは147キロとそこそこ。ほい、よし、三振決まった。よっしゃ、いったね。スタートよろしく。おーし、いいぞ。あ、来たぞ。勝ち星の予感。3点リードはでかい、これ。いやー、頑張ってもらいたいですね。このまま、頑張ってもらいたいというか、自分が頑張んなきゃいけないんだよな。この3点のね、リードに、こう、少子こかず、確実に、多いね。あ、なんとなく感覚分かってきた、タイミング。毎回こう、覚えながらやってるのに先頭出しちゃうんだ。いかん。やばい、先頭出しちゃう。これ気をつけよう。うん。さあ次ゲッツー行きたいな、できれば。でも行けるか。ほい、おお、怖い。うん、流し打ち得意だな。外角ちょっと怖いですよね。スイ、よし、オッケー。いやー、抜けたか。マジか。このパターンはまずいかもしれない。やばい、連打入ってきた。連打パターン来た。まだ下位打線になるから、次からだから、まだここでもあとバレンティンが7本、山田テストが6本と、チームとしてはかなりいい感じですけど。問題はピッチャーだよな。おい、いいね。チャンスに弱いのが救いか。やばい、よっしゃ、よし。オッケー、サード踏んでもよかったんじゃない。まあ、いや、オッケー。ツーアウト、ランナー三塁。ちょっと救われたね、だいぶ。さあ、関本。なるほど。ここも抑えたいですな。ほい。いい球走ってるじゃない。グワンと。やべ、サードゴロ。よっしゃ。よくゼロで抑えた。危ない。いやー、助かりましたよ、本当に。うん。よし。この回ゼロで抑えて。ああ、かなり危なかったけどね。はい、待ってましたと言わんばかりの。アウト。よし、あとよろしく。もう1点は入らない。はい、3回裏、守備。多分、勝ち投手の権限が得られる5回、6回までは投げるんじゃないかな、この勢いで。ある意味、ゼロが続く限りずっと投げるかも。うい、ああ、ファール。まあまあ、ファールか。うん。よいしょ。時々なんか聞こえる、この、なんでしょう。解説
これでなんか、あの、実況のネタを探そうと思ったけど、まあまあまあ、そんなもんだろうと思いつかなかった。お、藤波、で、身長高え。こうやって見るとすごい身長だな。うん。確か高く、大谷も結構でかかったよね。いやー、すごい。スリムだね、ほんでもって。うい。え、ボールか。マジかー。よく見てくるな。すい。おー、危ね。低めにガンガン集めて。すい。あー、またファウル。あれ、ピッチャーが意外と粘ってくる。よいしょ。あ、またファウル。あ、マジか。この俺のスタミナを削ろうとしてるな。だが、俺はストレートしか投げないからそんなにスタミナ表示しないぞ。悪いけど。でも結構厄介だな。あ、サードゴロ。おい。おー、ナイスキャッチ。危ねえ。まあ、ショートがいたけどまだよかった。うい。抜けてもショートがいたからまだ救いはあったな。オッケーオッケー。さあ、そしてトップに回すと。うん。ツーアウトで先頭はでかい。おー、危ねえ。いやー、これ、正直、ライト、もう、なんか、レフトにポテンといった、なんか、あの、ポテンヒットでもツーベースいきそうな予感がすんだもんなー。よーし、そうだ、オッケー、ナイスキャッチ。よっしゃー、オッケー、よこせた。うん、いいっすね、今回はなんとなくクオリティスタート切れたんじゃないかな。4回、投げます。うん、まだ、2本しかヒット許してないから。うん、ただ、ピンチになるときは一気にピンチになるから怖いよね、そこが。ほい。よーし、いいぞ、いいぞ。球は走ってると見た絶好調なだけに。やべ、やべ。よっしゃ、セカン。アウト。先頭切った。いいですね。もっと頑張りましょう。いいですね、っていうと、なんだっけ、プロスピの、なんか、試合で遊んでたメッセンジャーと、マートンを思い出すんですよね。あれは確か言ってたもんね、いろいろ。うん。なんだかんだ、12球団のプロスピーあのプレイで一番面白かった気がする。よーし、追い込ん、よし、ツアート、ツアート。いいよ、いいよ。さあ、次よ、次。ここ。4番だから。4番さっきヒット打たれたから。怖いですよー、そりゃ。内角怖いな、でも俺。まあでもね、できるだけ外角へ。ほい。おー、いいね。全く、球速走るな、156キロ。いいじゃない。すい。内角、えぐる三振。いや、あのね、こう、ジャストのタイミングでやると、まあ、あの、見てる方からは感じないだろうけど、コントローラーが揺れるんですよね、こう、ベストピッチすると。それがね、気持ちよくてね、うん、手応えあったり、みたいな。だから、ぜひね、こう、やりたい、なんかこう、気になる方はね、ぜひ、買ってご購入なされて、プレイするといいんじゃないかなって、おう、きます。まあ、うん、一応。あの、実況プレイの本質を言っておいた。何なんだろうね、そもそも実況プレイの本質というか。うわーお、うん、実況プレイの意味って何だろうね。なんかそういう哲学的なことになると何とも言えないんだけど。まあ僕は所詮自己満だと思ってますから。それ言っちゃいけないか。それ言っちゃいけないな。うん。自分のやりたいことをやってなんぼだと思ってます。うん。まあ、一番の理由、一番は、あれ、一番、なんか、そうやって古いゲームをやってるように見せかけて、実はただお金がないだけなんですけどね。よっしゃ、三振で抑えた。三振じゃない、ゲッツー。うん。よかった。すごいなんか嫌な打ち方しましたよね、あれ。絶対痛かったでしょ。バットグリップあたり。あれ、なんか、どん詰まると嫌なんだよな、どん詰まるってか。根元とかにバット当てると、ほんと痛いんだよね、痺れて。6回まで投げちゃおうか。はい、ストレート 100% でーす。今日はいいね、調子が。この勢いで行きたいな、できれば。なんとかしっかり抑えて。ほい。よーし、いいぞ。さあ、抑えて。うい。よーし、絶妙。いいね、いいとこ行った。外角決める。よっしゃい。さあ、どうだ、足も、どうだ、アウト。危ない、ギリギリだった。怖っ。ちょっとこれ、ギリギリだと怖いな、あの藤波。あ、もうスタミナ半分だからそろそろ変えてくるんじゃないかな。でもまだか。変えてくるんだったら代打出すもんね。ほい。あ、ほら、同じこと言ってる。じゃあ低めに。ここは三振欲しいな、ピッチャーだし。よっしゃ、いただきました。いいね、三振の山気づいてるよ。今回。もう何、ま、失礼。全然5奪三振ぐらいだった、まだまだ。うい。いいね、球走ってる。尻上がりが発動してるからね、早いですよ。ほい。
よっしゃ、外角あたり、よーし、これはショートいただきました、アウトいただきました。あとはよろしく。もうないだろ多分。あ、まだあるわ。あ、なにこれ、完封させるつもり、関東ペース。あの、1点でも入れられたら変わるだろうな。まあわかりました、でしたらやるだけやりますよ。やばい、先頭出た、マジか、ちょっと怖いよ。尻上がり発動中だからまだ大丈夫かもしんないけど、先頭は怖いわ。うん、あー、ゴメス、よいしょ、おい、初球丸を潰したのはでかい。やべやべ、センターポテン、あーやばい、連打のパターンだ。ちょっと 甘すぎた今の球は。まずい、ちょっと嫌な予感がする。おお、福留、さあこのちょっといいね、こういうなんかリアルにありそうなこの構図、ある意味それがプロスピの醍醐味ですからね。なんか実際こういうのテレビで見たことあるみたいなアングル、あの審判のこうカメラも一度やってほしいな。なんか時々ありますもんね。うい、よっしゃ、三振。あるいはなんかベース、ホームベース真上からの映像とかさ、まあそういうのは多分あの次回作に期待ですけど。うい、三振。さあ抑えましょうか、これこのまんまね。スローか、ストレートに強そう、よし打ち上げた、オッケー、インフィールドフライ、いいね、アイアウト、ふう、これ、よーし、ツーアウトランナー二塁、いいっすよ。ここのピンチなんとかしのぎましょう。マートン、うわー、今絶対甘かった球が、間違いない、やばいよー、あー、まずい、やだ、俺はノーして、ノー無失点で抑えるんだ、やめろ、うわー、くそ、失点しちゃったよ結局、やばいよー、うわ、やっちゃいけない、もったいねー。うん、これピッチャー変える感じか、変えてきたね。あー、よかったぜ、1点で抑えて。あー、結局ダメだった、うわー、完封ってか、一応勝ったからよかったよ、2勝目。うん、でも1失点は痛いな、これこれ、え、これ僕じゃないですか多分、ヒーロー、なんかそれっぽいけど、ありがとうございます。はい、6回を無四球被安打6に抑え勝利投手いただきました、2勝目、やった、ヒーロー賞もいただきました、クオリティスタートも成功と。いやー、よかった、なんとかチームに勝ちをね、あげるって言っちゃいけないけど、渡すことができてよかったですよ。藤浪1勝4敗、マジか。あ、でもバーネットすごい、もう12セーブしてるんだね。はい、なんとか勝ちました、四死球なしではナイスコントロール、ありがとうございます。うん、勝負に行ってるということでもある。うん、はい、自責点なしだったらなお良かったって感じですね。わかりました、以後気をつけます。はい、結構上がったね。お、参ったよと、いえいえ、もう、あ、21でアウト連続無失点、やった。はい、さらに記録更新、ガンガン行きましょうか、のまんま。はい、次は5月6日ですね、 DeNA 戦任せてください。おい、飯田、あー、なるほど、ほい、え、ニューカマーなのかな、違うわ、初、ニューだから多分今年のだね。なるほどなるほど、1勝1ホールド、はあ、なるほどなるほど、おめでとうございます。はい、中継ぎ投手で頑張ってんのかな多分。いや、意味ね、なんとかこう、うん、4ゲーム差開いたのはでかいと思う。次回へ行きたいと思います、お楽しみに。じゃあね、ほら、この野郎、この野郎、この野郎、あ、ごめん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 、あ、ごめんなさい、悪意はないんだ、あはあ、やべやべやべ、やべ、審判にめっちゃ怒られる、こんなやつったら。よーしよしよしよし、とりあえずダメージどんどん当てて。うわー、やばい、うわー、やばい、うわー、やばい、おこかんがー、あー、俺の、俺の、あー。